ちは、インターン生の細田です。前回は千葉県全体のお話をさせていただきました。第2回である今回は、千葉県の食べ物についてご紹介させていただきます。まず千葉県の食べ物で有名なのは落花生です。千葉県は落花生の生産量が全国1位で、その生産割合は約8割ほどです。生産量1位なだけあって、千葉県には落花生を使った商品のバリエーションが豊富です。そのバリエーションの中には、落花生の味噌和えとか、落花生を砂糖でコーティングしたお菓子とか、落花生ゼリーといったものがあります。で、いろいろある落花生の食べ方の中で私がおすすめするのは、掘った落花生を乾燥させる前に、塩茹でにして食べる食べ方です。これは茹で加減によってシャキシャキとした食感がしてとても美味しいです。世間的には、硬い落花生を食べるのが一般的かと思いますが、茹で落花生をぜひ試してほしいと思います。次に紹介する食べ物は、結構ローカルなものになるんですけど、JR 安孫子駅のホームにある弥生軒というお店が出す唐揚げそばうどんです。この商品は、丼からはみ出るほど大きな唐揚げが特徴的で、その見た目通りの食べ応えがあります。またそのそばうどんに使われるつゆがすごく濃いもので、このとても濃いつゆを唐揚げの衣に吸わせて食べるとまた違った味わい方ができます。この唐揚げを食べるために JR 安孫子駅で一旦降りる人もいると聞いたことがあります。ぜひ一度機会があれば試してほしいと思います。最後に紹介するのは、勝浦担々麺です。この担々麺はごまベースのスープを使ったピリッと辛いのが、特徴です。発祥である店の店主が、試行錯誤してごま風味のスープを作った結果生まれた商品だそうです。この担々麺は、地元の漁師が体を温められるようにという思いも込められていると聞きました。以上で千葉県の食べ物の紹介を終わりにします。どうだったでしょうか。少しでも、気になったもの、食べてみたくなったものあれば試してほしいと思います。それでは次回またよろしくお願いします。